スに乗ったはいいけど、これはどこに連れてかれるんだろう。ヤン・オトド・ラーメン半日。ヤン・オトド・ラーメン半日満腹バスツアー。ラーメン半日満腹バスツアー。意味がわからない。各国の、あの、フォントと、あとそのリージョン選ぶと、その時代に切り替わるって形だと。見えるかっていうのが最大のポイントになりますので、あの、真ん中に大きい穴が開いてないかと。ビャンという字は、まあ、使われている場所としては今から食べに行くビャンビャン麺にしか使われません。ビャンビャン麺にしか使われません。いただきます。うどんとかラーメンとか食べるじゃないですか、全然違う食感、ビャンビャンしてる。特に最近も、まあ、あの池袋もそうですけど、こんな五十何画もある字がちゃんと作れるかっていうテスト用に最初は作ってます。きっと話題にもなるし、原の核ゴシックっていうフォント自身の持つこうポテンシャルっていうか革新性っていうのもうまくちょうど紹介する文字になるなって思ってフォントに追加してリリースしたってことですね。原の核ゴシックの元々の名前の言われはソースハンサンズっていう名前をもうオーブンは決まってたんですけど、まあ、それをそのまま日本語にしちゃうとソースでカタカナでソースとか使うとどうもかっこ悪いじゃないですか。なんかソースっていう意味を持ちながら漢字で表現できるのないかなみたいなのを、まあ、考えたら、ソースって言ったら、まあ、源っていうか、ね、そういう意味があるから、そこから源ってつけようっていうのが元々の。でも結局決まるのに4カ国全部の名前を付けたんですよ。もともとその英語名はソースハンサンスだったんですけど、それで日本語名の元の核ゴシック、あとはその元を使って各国気持ちいい名前を付けようってことになったので、4カ国が全て OK 出るまでに1年半ぐらいいろんな候補の元以外にもいろんな字があって、最終的にそれに落ち着いたんですけど1年半ぐらいかかりました。すごい大変でした名前。